7001号車函館式業局交通部7000電車は2020年3月16日に運行を開始した函館式業局交通部の路面電車車両である。1959年に登場した710型は老朽化が進んでいたほか速度制御装置のメンテナンスが困難になっていた。そのため710系の台車を使用し車体更新を行い誕生した車両である。 2007年の9600系以来13年ぶりの新形式で、かつ2012年の8000系8015以来の車体更新車両である。7001号車は2020年3月16日にデビューした。新型コロナウイルスの感染が拡大していた影響で、乗車証明書配布などのイベントは実施が見送られた。2020年現在、7001号車1両のみが、 在籍している。台車は710系のものがそのまま使用された。710型では関節自動制御方式が採用されていたが、今回の更新に合わせて刷新された。また、既存車両の8000型では床下に設置されていた。抵抗器は本形式では屋根状に設置された。外観は既存車両の8000型と大きな違いはないが、 ヘッドライトの形状などに細かい差異が見られる。車両前面には系統番号部分がカラーで表示できる LED 式行き先表示器が設置された。車内には空気を循環させるファンが設置された。車体はアルナ車両で製造された。710型は2020年現在6両が現役で運行しているが今後の車体更新の計画は未定である。ABCDE 7001号車、試運転開始函館市電13年ぶり新形式、函館新聞電子版、函館新聞電子版、2020年6月7日閲覧。AB、市電7001号車、デビュー17日まで特別表示、函館新聞、北海道ニュースリンク、オリジナルの2020年6月9日、時点におけるアーカイブ。 http://web.archive.org スラッシュ web スラッシュ20200609133659スラッシュ http://www.hokkaido-nl.jp スラッシュ,ッーッシュアーティクルスラッシュ164572020年6月9日閲覧ありがとうございます